どうもーチャンピオンズでーす。改めましてチャンピオンズの私が日本一面白い大崎と言いまして、ダースワン。そして彼がデイチャー。デイチャー、イビゴトゥエッター、エッターレッツゴー。スクール革命見た？ねえ、みんな見た？見た？ねえ、我々が NG なしコンビでーす。ねえ、いやだからもう NG なしなんだ。はい、正直ね、いろんな感情がありましたけど、あの時は。あ、そうですか。はい、まあでもね、一番最初にやったあのほっぺにチュー、はい、世界記録ね、うんうん、うん、ほんと不愉快やったわ。いや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 、本当にお前にされて不愉快。僕あの動画見て思ったんですけど、うんうん、あの本当に大崎さんがする方じゃなくてよかったと思いました。なんで？あ、大崎さんマジでうんこ匂いしますもん、口。あ、俺の口の匂いが、はい、うんこ匂いする、はい、おい、俺が普段うんこ食ってること言うなよ。食ってるかい、言うなよ。俺が普段普段普段くさ臭っ、普段が臭っ、動画臭っ、普段、あ、臭っ、あ、そうなんだ、最悪だ最悪だ。ええねお前、気持ち悪い、ほんとに。まあいやでも、まあでもね、チャンスだからね、絶対やりますよ。あれはでもぜひ、ほんとあったらマジでやりたいけど。やりたい、やりたい。まあでも俺一番やりたかったのは、ほんとに奥歯の交換で。嫌だわ。え、絶対嫌だわ。なんで、いいじゃん、交換しようよ。お前のいいのちょうだいよ。いやいや、だからなんで僕自分の口の中でうんこ買わないといけないんですか。だから俺が普段うんこ食ってること言うなよ。食ってるってない、ふどん、あ、くさ、ふどん、くさ。ええやないか、俺のすり減ってる奥歯と交換してくれよ。なんだそのすり減ってるってずっと言ってるんですけど。俺の奥歯すり減ってんねん。俺、ま、上の歯と下の歯が、揃わないの、絶対に。絶対揃わないのね。絶対揃わないの。だから、前歯で、麺とかも噛み切れない。スルメとかも食べれない。ずっと泳いでる。だから奥歯でものすごい飯を食べるから、うん、この間歯医者行ってレントゲン撮った時に歯医者の先生が33歳にしては異常なスピードですり減ってるって言われたわ奥歯が異常なスピードで。交換してくれ。やだよ。ええー、やないか。やだよ、もう。もうでも番組でやるんだったらやりますけどね。あ、そうなんや。もうチャンスだから。だってもう特番で NG なしだしね。なしだしね。そうですよ。もうだからさ、うん、アナコンダに飲み込まれようぜアナコンダに飲み込まれようぜ。じゃ、僕なんか昨日見た時に、うん、よくあれで OK 出したなって思いました。なんかアナコンダに飲み込まれる、うん、よくよく考えたらものすごい。いや、だってそれは OK 出すよ。内村さんやってたもん。やってねえわやってたってずっとずっとなんか内村さんやってるみたいなやつ。いや、俺絶対記憶あるんだよな出川さんもない。飲み込まれてなかった内村さんやってないっすよ。あれ、南原さんだ。やってねえよ、南原さんも。ずーっと、社交ダンス踊ってました。あ、そうか。はい。杉本彩さんと。あ、そうか。素敵なね。素敵な。素敵な、一級、一級とか。そうか、そうか。いや、まあでもね、まあ一番やりたかったのは、うん、空中でパラシュート交換よ。あれ、マジで怖いから。俺の顔見た？あの時の。うん。見た。で、俺の顔も見た。やばかった。あの時、なんかもう、はい、はいになってたもんね。記憶なかったもん。うん、なんかもう、はい。やります、あ、芸人だったらさとかって言ってたけどやばいよ俺言ってることだってこう終わったら死ぬんだからでもええやないか別に。まあでも、ああそのぐらい何でもチャレンジさせてほしいっていう気持ちが伝わればいいなと思います、ね、いやマジな、マジでやるから。ああそれはね、はい、いやそういう気持ちがね関係者各位に伝わったんだ、うん、そうですよ。お願いしますね。じゃ今後ともあの、うん、チャンピオンズ本当によろしくお願い。おい、ちょんってすなよお前。今終わろうとしてたやろ。なんで終わろうとして、ちょんってすんなよって。じゃあ、終わる、ちょんってすんな。いやいや、ちょんってすんな。え、ちょん、え、ちょん、え、ちょん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 、ちょん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 ってすんないよ。レッツゴー！ NG なし芸人に、ちょんってすんないよ。先輩後輩先輩です。ちょんってすんないよ。え、今年でこいつは32歳、今年でオイラは33歳。つまり、一つ上の先輩、ちょんってすんないよ。お前がほっぺにチューの時、俺はディープキス。え、つまり、一つ上の先輩、ちょんってすんないよ。お前が奥歯を直した時、俺は亡くなってる。え、つまり、一つ上の先輩、ちょんってすんないよ。お前がアナコンダで、俺はサスペンダー。え、つまり一つ上の先輩ちょんってすんないよ。お前がパラシュート開いた時、俺は死んでいる。え、つまり一つ上の先輩ちょんってすんないよ。え、つまり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 、俺が何を言いたいかって NG なしの芸人にちょんってすんないよ。ちょんってすんなし。